時は訪れた。秘術魔境氷晶受け取って。渦巻きナルト、ただいま。話が長い。たくあのバカ、あんな目立つ登場しやがって。敵の意表をつかなきゃ意味ねえだろ。よし行くぜ影分身の。うん、しまった。なに、あいつ。ハク、どういうつもりだ。ザブザさん、この子は僕に。この戦いは、手を出すなってことか。相変わらず甘い野郎だ。お前は殺しのつもりか。だったらよ、俺だってお前を先にやっつけてやっからな。お前にもそんな余裕はないぜ。おとなしく倒れていてもらいたかったんですが、そうもいかないみたいですね。いいでしょう、先に決着つけましょう。君とは。あそこが本体か。よし、こっちだよ。一体どんな技を使っている。考えられるとすれば、分身を鏡に潜ませ、全員で同時に千本を投げ。単なる分身の術だとすれば、この氷の鏡を必要とする理由が。そしてナルトに鏡の外側から攻撃させてみるしかないだ。よっ、助けに来たぞ。なっ、このうすらトンカチ。忍びならな、もっと慎重に動け。バカバカバカとはなんだよ。バカとは、こうなったら鏡をぶっ壊すまでだ。カトン、おい、何する気だってばよ。全然効いてねえじゃん。その程度の火力では解けませんよ。どこだ本体は。気分心の術よせ。なんだってんだ、こんなとこでくたばってられか。俺には叶えなきゃなんねえ夢があんのに。里のみんなに俺の力を認めさせて、火影になるって夢がよ。僕にとって忍びになりきることは難しい。君たちを殺したくないし、君たちに僕を殺させたくもない。僕は僕の夢のために、君たちは君たちの夢のために。叩き、その人のために戦え。その人の夢を叶えたい。よ、殺します。俺は高度な道具を獲得したわけだ。お前の連れてるスクラップとは違ってな。影分身の術やめろ。ちょだ、影分身の術。わからないのですか。見えたところで奴のスピードにはついていけない。よし、次が勝負だ。わかっています、ザブザさん。誇りもなく。バトンの術。時間がかかりすぎる。いいぞ、少しずつだがタイミングがつかめてきた。僕の動きを。そんな、まさか。まだ動けるか。当たり前よ、全然平気だってばよ。ナルト、走れ。ここから飛び出して外から攻撃するんだ。そうだ、カトン降下級の術。まずは君の方から。私の野郎は何をしている。なんとかするってばよ。こいつ、ギョー。
立てるか、ナルト。これ以上は無駄にチャクラを使うな。奴の思うツボだ。そろそろ決着をつけてあげましょう。何？立て、ウスラトンカチ。分かってるってばよ。しつけーぞ。偶然。いや、そうじゃない。それどころか、まさか僕の動きを。何かが見えている。どこに消えた、ナルト。気絶なんかするなよ。これ以上はてめえの面倒なんか見切れないぞ。素晴らしい動きです。君はよく動く能力。君の全てはもう。落ち着け。完全に見切った。そんな、あの量のシャリンガン。見えた。設計限界の力を。移動スピードを保つのにも限界がある。動きは彼の読みの範囲に入ってしまう。はい、おびき寄せる。何？いつまで経っても足でまといだぜ。やったな、サスケ。ウスラドンカチ。なんで？かばって。てっぺんまで登ったぜ、サスケ。お前なんか大嫌い。余計なお世話だ。死ぬかよ。勝手が勝手に。サスケ。兄貴を倒すまでだって思ってたのに。大切な人を守るために罠と知っていながら飛び込んでいく。尊敬に値する忍びでした。許さねえ。ぶっ殺してやる。なんだこのチャクラは。チャクラ具現化するなんて。あのことは違う。なぜ。抑えきれない。この子には叶いません、ザブザさん。お前はあん時の。やめるんです、僕に殺されたというのに。僕を倒すことなんてできませんよ。勘違いをしている人がいます。倒すべき敵を倒さずに情けをかけ、命だけは見逃そうなどと。何が言いたいんだ。ザブザさんにとって弱い忍びは必要ない。君は僕の存在理由を奪ってしまう。だから何が起きたんだってばよ。母を殺し、そして僕を殺そうとしたんです。実の父を。全て差し出せるか。今日からお前
前の能力は俺のものだ。ついてこい。ナルト君、僕を殺してください。何を躊躇しているんです。って、そんなバカな話があるかってばよ。それでいいのかよ。僕であるための用途を失ってしまった僕を必要としない。だから僕は君に頼んでいるんです。さあ早く